キーブレードが、まあ、ワールドによってキーブレードもちろんあるんですけど、どんどん変形してきます。この大画面で、トイストーリー、今のはトイストーリーなんですけども、ハンマーになったりドリルになったり、はい、どんどん変形したり、ここはモンスターズインクですけど、はい、ヨーヨーになったりですね、とにかく展開が早く切り替わっていきまして、しかもキーブレードとキーブレードの切り替えも可能です。うわーすげえ。当然ながら最後にド派手なフィニッシュを決めれると、そういうようなシステムですけどね。はい、かわいい、これがだから気持ちよさそうね。こんな難しいアクションしてないんですけどね、ボタン的には。はい、うん、どんどん、まあ、爽快にできちゃうというところですね。雪のステージ、はい、雪ですね。これ穴雪のところですね。穴雪だったらやっぱりスケートっていうものを出したいなと。わあ、動くなあ。あ、これこれ、あ、ここはファイレーツ、ファイレーツですね。ファイレーツ、ここではですね、ハルバードっていうものになっていくんですけれども、ここから、変形すると、このまま鳥肌立つ、はい、ね、どんどん、ね、アクションの幅もどんどん広がっていきまして、移動だったりとか、まあ、戦略がコロッと変わるんですね。やっぱ今回コスチュームもね、そうですね、すごいですね。パイレーツかっこいいですよね、うん、はい、かっこいい、はい、あ、ここが旗ですね。フラグ状態になるんですね。やっぱりパイレーツということで、あのフラグにしたかったんです。スケートしてる、はい、このようにどんどん切り替えることができるので、フラグからアイスケートだったり、アイスケートから、うん、今これね、あのバイオハザードです。あ、じゃない、ナノアームあのですね、ナノアームですね、ナノアームで切り替えてるんですけど、ベイマックス、ベイマックスの、キーブレードになっておりまして、切り替わりも早いですね。そうなんです、ここ、ここ左右の方向キーで切り替えれるんですけれども、うわ、はい、もうバリエーションがすごいんですね。もう世界観のミックス感がすごい。そうなんです、ね、これ全部ミックスできるんですけど、これは、まあまあ、パイレーツのタコ足ですから、いかに巨大にあのフィニッシュを決めることができる。うわうわ、忙しい、はい、でベイマックスのキーブレードはこれキューブが原作でも出てたと思う。キューブを使ってあの攻撃できたり、でここはずっと見てられる、はい、ハマラ、拍手が起こりました。これは穴雪の名場面を再現しながら攻撃に組み立ててるというような、すごいんですよ。結構目玉のシステムですね。かわいい、ね、きれい、はい、まあ、テーマパークのアトラクションをそのまま、はい、まあ、召喚できるようなシステムなんですけども、これはメリーゴーラウンド、はい、すごいな、メリーゴーラウンドですね。マップとかコーヒーカップもありましたもんね。はい、そうです、コーヒーカップもあるんですけども、まあ、あの遊園地のスリルをそのままバトルで体験できちゃうと。あ、出た出た、これ、はい、でボールプールでのこのカップが超楽しいんですけど、これやりたい、あのボールを吹っ飛ばしながら手を倒していくと楽しい。はい、うん、あ、これはね、そうです、これね、偶然ハマってるだけなんですけど、違うとあれハマってる、そういう技ではないと、そういう技じゃないです。あ、出た、はい、で出た、結構そのスプラッシュライド、こんなのもできるんだ。はい、そうです、これスプラッシュライドですね。だからその初めて見た、炎で燃えてる工場をこれを使って消火していく、うわ楽しい、そういうシステムになります。ランドですね、ね、遊園地ですね、もう、ね、そうそう、遊園地ですよ、遊園地をそのまま、遊園地をそのままですけど、バトルの中に相手のヒットポイント削られてますからね。ド派手なものを決めていけます。で、これベイマックス、ね、わー、ベイマックスや、ベイマックス、うわ、はい、ベイマックスやっぱりですね、このステージがやりたいのよ、はい、空の中を自由に飛び回りながら、いやー、すごい、敵を攻撃すると。で、単純にボタンを、まあ、決まったボタンを押していくだけじゃなくて、自由にいろんなアクションができる操作体系が本当ガラッと変わる。あ、これこれトイストーリー、はい、うわー、はい、結構ね、映画からそのままあの大体撮ってるものもあるんですけど、いい、ね、あの原作の作品にロケットあったと思うんで、それをそのままあの召喚して使えるっていう連携、ボスに対して今決めているところです。おもろすぎるやろこれ。来た、穴雪、はい、穴雪のマシュマロです。グーフィー、はい、グーフィー、グーフィーで、ここではマシュマロは最初は敵なんですけれども、こうやってまあグーフィーで戦うんですけど、後半になると仲間として、あらら、こう怪獣大対決みたいなところで、ね、押すと大怪獣、はい、すげえ、こういうことができます。で、まあ、ジャンプしたり、はい、爪で攻撃したりとか、うん、まあ、おたけびを上げたりとかで、うん、あの攻撃、モンスターズインク、はい、でモンスターズインクはちょっと特徴がありまして、うん、こちらをちょっと笑いをテーマにしてるんで、ちょっとコミカルな感じで連携をしてます。はい、ボーリングです、はい、遠く離れた、ディズニーのキャラクターを、まあ、心のつながりをたどって使うという設定です。かわいい、ですね、ドリーミーターを、まあ、召喚する。で、これ最初1体だけで作ったんですけど、はい、友達さんの方から大量に出してくれと言われてオーダーがあったので、ここでフィニッシュで大量に出してくれ、はい、すごい、かわいい、楽しい、野村さんありがとう、野村さん、ああこれ、はい、で、こっちがラルフですね。出た、ラルフです。ラルフがゲームの世界から、まあ、登場してくれるんですけど、ちょっとね、遊び方特徴があって、罠をどんどん置いていくというようなトラップを置いて、ほうほう、敵を巻き込みます。あ、面白い。あの、もう一つ特徴としては、今回その
キャラクターをそのまま召喚するんじゃなくて魔法をつけてるんです。なのでシンバとこの炎の魔法、これ合体した魔法になってます。上がるこれ、はい、もうこれだけで出してもいいぐらいのクオリティですけど、はい、すごい、かっこいい。シンバでちゃんと地形にも影響を与えつつ行きましょう。はい、グミシップ今回大きな特徴ですけれども、自由に宇宙を探索できるモードとバトルモード2種類のモードがあるんですね、はい、でここはバトルで行っているんですけど、割と2のようなゲーム性ではあるんですけど、はい、ここは探索モード、探索でオープンワールド風にあの宇宙を冒険できます。でいろんなものを発見できて、どんどんグミシップをカスタマイズできるんですけど、めちゃくちゃ広いんです。これあこのね、はい、動く、そうですそうです、あすごい動く、かなりねリアルな料理っていうのを再現しておりまして、これフランベって言うんですけど、実際まあフランス料理でする料理の、あなんかすごい、あ出たスキルが発動してるよなんか、はい、あらレミで、レミが評価する、心の奥底に閉じ込められた存在の悲しみを、アクア私お前たちにも分けてやろう。あれ戦うの、あー始まっちゃった、強い強いめちゃくちゃ強いですよ、はい、いや全然当たんないじゃん